キジョランは、カガ,ガイモカキジョラン族に属するツセイの多年層の一種、有毒、木質になるツル植物。葉は耐性し、卵円形で大きく、基部は円脚か浅い心を足、全体としてはややハート型に近くなる。葉の表面は深緑で、無毛、少し艶がある。花は、溶液から出て、2から3センチメートルの短い柄の先に、3型の果樹をつける。 個々の花は白で、計約4ミリメートル。花期は8から11月。花に対して果実は大きく、楕円型で、長さ13から15センチメートルになり、鶴からぶら下がる。キジョランの実は、冬が近づくと、弾けて、中から綿毛が飛び出す。和名は、その綿毛の白髪を、キジョの髪に見立てたことに由来する。朝鮮半島南部と日本に分布する。日本では、 関東異跡の本州、四国、九州、沖縄に分布する。食草としているアサギマダラの幼虫小用樹林の林内から林園に生え、木にも登るが、樹幹を覆うような生え方はしない。長距離移動することで知られている蝶のアサギマダラの幼虫の食草とされ、卵が産み付けられる。同族の染物カズラは、琉球列島から中国南部に生えるが、 葉が細長いので混同することはない。むしろ同じ、ガガエモ科で丸い葉をつけるイケマや、下木層などがやや似ている。同様にツルになる丸い葉の植物には、ツズラフジ家のものがあるが、そちらは、葉が誤生するので区別しやすい。ありがとうございます。